ロードサイド店舗株式会社と、デンホールディングスは、埼玉県埼玉市南区に本社を置く、北海道と関東地方を中心に、和食レストランチェーン店、とんでンを運営する企業。とんでン、エニワ工場1968年に、長尾治により、札幌市内で和菓子の製造販売業者として創業。1969年11月に、株式会社化して、 株式会社と伝設立。社名は北海道開拓の象徴的存在であるトンデン兵に由来している。経営理念は大衆の中により深く豊かで楽しい生活の提供。1973年にトンデン寿司をオープン。1978年に現在の埼玉市内に和食レストラントンデンをオープンし、チェーン展開を始める。1985年。 株式会社関東と電を設立するものの、1998年には、それを合併。以前は製、生菓生パン事業も運営していたが、山崎生パンの北海道進出に伴い、北海道うちの生菓事業を譲渡。生菓事業は、後に、関東にて和菓子製造販売を開始。現在に至る、和食店かつ北海道に本部があることから、 海産物のフェアを展開することが多い。メニューは、3世代が楽しめる食事を基本として、味に妥協せず北海道うちの食材を中心に仕入れており、寿司、天ぷら、そば茶碗蒸し、刺身、鍋料理などがある。またおせち料理の販売も行っている。札幌市エリア他のエリア23区エリア、多摩エリア、 埼玉市県南エリア県西エリア県東エリア県北エリア千葉市エリア浦安市川船橋エリア松戸野田エリアインバ三部エリア房総エリアありがとうございます